前回は約2ヶ月ぶりの実戦でした。今回は復帰2場所目6番の濱田、すでに赤番のホームです。4番の藤田恭一がマーク、まずは大分勢が動いていきました。5番の篠田一旦後方、大分勢、そして3番の柿本大輝は中段3番手を守るか、外側から5番の篠田、さあまずは先行体制か、5番の篠田、前では6番の濱田、6番の濱田が5番の篠田を出して中段3番手、5番手の位置から発進は3番の柿本、1番の茨城、そして7番の木村健二、最強3人、勢いが勝っていく3番の柿本、そして内懸命に奮闘している5番の篠田、先行争いになりました。さあすでに残り1周を切って5番の篠田たつき、3番の柿本、113期の2人、壮絶なもがき合いに6番の濱田翔平が追い込んでくる。6番の濱田、さあ5番の篠田は苦しくなって交代、依然3番柿本が踏ん張って1番茨城、番手懸命の牽制、そして近畿勢が襲いかかってくるが、1番の茨城か、茨城元根か、柿本がゴールに並んでいます。